皆さんこんにちは。今回はこの SAOIF っていうわけわからんゲームでちょっとガチャを引いていこうかと思うんですが、ちょっと見ての通りこれジェムがめちゃくちゃ溜まってて、どんなに火力出るようなスキル出ても今までずっと我慢してきたんですよね。でもなんか俺ちょっとタンクを一番なんか重視してスキルを引いてる、なんかタンク専業にしたいというか、タンクに一番力入れたいと思ってるんで、まあ俺はですけど、まあ、でこのメディナってやつが打刻っていう効果がついてて、これが本当に良くて、まあ刻印っていうね、すごい効果がついてるし、しかもこの再生スイッチってやつですね。この再生スイッチ、スイッチを使用し命中時30秒間自身の HP を徐々に回復っていうのがあって、でこれ3秒ごとに 3% 回復するんですけど、まあ先々維持っていう効果が良くて、いいんですけど、HP 半分以下の時に3秒ごとに 5% 回復するやつがあって、これ 3% も回復するんですよ。まあ 5% だと、5% だから 10回来ると 50% で半分回復するんで、30秒で HP 半分回復する。まあそれくらい回復量が大きいんですけど、まあ、これ 3% で、まあ似たような効果だとハイバトルヒーリング、例えば堅牢健康ヒースクリフとかは HP を3秒ごとに 1.4%、 1. 何%とか回復するんですけど、 1.4% とかかな、俺が持ってるやつ。これ 3% も回復するっていうのがやばいし、まあこの転身スイッチですね、これもまあスタック99にすると回避率が約 30% 近くになると。でしかも回復の覚醒効果もついている。もう本当にタンクやるんだったらこれマジで、まあ、本当に欲しいというか、まあ、そういう感じで、まあ、これもね、歴戦の剣技ってめっちゃ攻撃力上がるやつ、まあ、自分のレベルに応じてですけど、でしかも歴戦っていうこの効果があるスキルって今まで他の効果とかなんか強い効果あんまりついてなかったんですけど、まあ、覚醒率が上がる、まあ、これが本当に重要で、まあ、覚醒の時にめちゃくちゃダメージが上がると。でしかも浄化の炎っていう非属性ダメージ上昇効果もついてて、まあ、これが当たってもまあ嬉しいっていうことで、まあ、あとはこのね、ジャン闇の直径モッドですね。ザン闇なんですけど、これがスイッチ90も上がると。まあ、だいたい150でスイッチゲージ半分まで溜まるんですけど、まあ、これ、まあ、直径モッドで、まあ、シリカ2枚っていう条件があまりにも厳しい、あまりにもっていうか、まあ、厳しいんですけど、持ってない人には。まあ、これがね、まあ、始めたての人直径モッド持ってなかったら、まあ、条件厳しいけど、まあ、スイッチ増加あるんで、まあ、まあいいかなっていう感じだと。まあこれね、コネクトの片手再建突飛が、まあやっぱこのコネクトチン効果強いので、まあこれ試してみたい気持ちが強いんで、で何よりやっぱりこれコラボオーダーなんですよね。これ他のゲームのコラボで、まあバリアントショーダウン SOVS とかアリリコ、アリプレイ関係あるのかな、わかんないけど、メディナさんっていうのはこれはアリリコ、アリシゼーションリコリスのキャラなんでしょうかね。まあ、これは、まあ、クロスエッジって書いてあるんで、まあ、VS のやつだと思うんですけど、まあ、ライラもね、もうこれ、もろ見たことあるなっていう感じなんですけど、まあ、そういうのが、コラボで出た、まあ、オーダーなので、これで逃すと、もう永遠に手に入んないみたいな感じだと思うんで、まあ、これね、早速引いていこうかと思います。一番の狙いはこのメディナですね。さあ、一回目ちょっと引いてみますか。本当にね、これね、ずっとね、まあ、これ、本当に欲しいの来るまで、マジずっとジェム金してきたんで、まあ、これで出なかった、まあ、出ないっていうのは、さすがにないと思うんですけど、まあ、ステップ5式が来るまでずっとね、まあ待ってたっていうか、まあステップ3でも引きたいやつ来たら引こうと思ってたんですけど、まあ本当にね、どうしても欲しいやつが来たんで、まあ引いてくって感じですけど、まあステップ1はそんな当たんないと思うんで、まあ別にこれでいいんですけど、まあとりあえずステップ2引いてみますか。あ、ステップ2はまあこんなもんで、まあステップ3ですね。まあ意味わかんないのが出てきたらまあ面白いと思うんですけど、まあできればね、やっぱ確定枠以外でも出てきてほしいですね。なんかやっぱガチャ動画撮るときって、なんか確定枠以外で全くいいの来ないのとかやっぱ続いてるんで、まあぜひ当てていきたいと思いますね。おなんだ、星、え、片手コンで星よ。何、お願い、覚醒者ない、何、お願い、お願い、
いらないし持ってるけど今もおおおおおおおステップ4引きます。ゴミ。うええ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 えいや、やったやったやった、え、確定枠じゃないけどやった、え、やった踊れた、マジで飛ばしちゃったよ、弓だからって。うわー、え、あ、お、アビリティ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 、お願い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 、お、お、覚醒、持ってる。黒羽来た、やばすぎ、えやっべー、マジで、え、嘘やろ、やば。ステップ5引きます。やべ、火力で、あ、火力できるまではいかんけど、え、マジで超嬉しいんだけど。やっぱね、あのモッド素材、あのモッドを当てる前にモッド素材あった方が、なんかどっちかというと汎用性が高い方だと思うので、中身の方がね。なのでね、やっぱ特定の属性のモッドとかね、毎回当てるの大変だけど、まあ素材がないと、素材があること、中身があることが前提なんで、俺はなんかモッド素材から詰めてた方がね。結局なんかそのなんとかインテグラルシリーズって新しくなったらさ、もう前の武器すっ飛ばして新しいの作るっていうこともまあできるかも、まあ今の環境だとないか、敵強すぎてわかんないけど、まあなんか今作ってる武器とかなんかいずれ使わなくなるっていうのがあるんで、まあその属性、まあ他のボスにも使えると思うんですけど、いずれ出るボスとかね。まあただなんかやっぱモッドの中身の方がやっぱ先にあった方がいいのかなって。まあ先にあればまた欲しい属性のモッドスキルとか来た時にね、あの狙ってって当てたら使えるっていう感じになるので、まず素材揃えていきたいなみたいなのがあるんですよね。だからあのやっぱ弓のモッド素材出たのは本当にあの嬉しいというか、これステップ4だっけな、まあいいか。おおお、レピアレピアレピア、おお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 、あれじゃん、あれ、え、とコネクトじゃん、ええ、おお、はじめまして、私アスナと。おお、いいねいいねいいね、おいいねいいねいいね、好調な滑り出し。ステップ1引いていきます。もうメディナ出るまでもうジェムをねふんだんに使っていきます。おおお、いきなりいきなりいきなりアビリティ、おお、覚醒覚醒覚醒、あー覚醒じゃない、え、なに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 、え、おお、やった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 、おおお、やばい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 、あとキリトとメディナじゃん、おおお、あ、やばい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 、テンション上がってきた、やばい、ようやくテンション上がってきた、え勝ったー、お、アビリティ来い来い、覚醒来い、覚醒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 、あえ、騎馬王藩、おお、なんだアベリティ、あれ、あ、違う、え、あ、違うやったやった、力戦じゃん、やったー、覚醒率上がれる力戦。ステップ2行きます。確定枠以外でなんかめっちゃ来るんだけど今回、え、すげー我慢してよかったマジで。お、お、アベリティ、こ、あ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 、ぱぱぱ、おお、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 まあこんなもんでしょう。ステップ3か、ここがまず勝負かな。まあここで出ればね、まあ文句はないんですけど、いや、ていうかもういつ出てもいつで出ても文句はないんですけど、早めに出れば。うわー、またライラか、なんか来い、なんか来い、なんか来い、お願い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 、覚醒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 アビリティ、お願いお願い、お願い、あー、お、石化耐性4、あれ、あ、もしかして、え、石化耐性4、え、石化耐性5を持ってたっけ、え、あれ、石化耐性、あれ、おお、めっちゃとつってるね、石化耐性、これが石化耐性4か、あ、俺これ持ってんのか、でこっちも石化耐性4、同じじゃんかよ石化耐性どっち、まあ覚醒で来たのは嬉しいか、まあとりあえず、まあステップ4引いていきましょうか。もうメディナ引くまで絶対やめない、本当に
ジムが底つこうともう引き続けますね。どうしても欲しい。まあ、ステップ4こんな感じですけど、まあ、問題はこのねステップ5なんで、まあ、ここでメディナ来なかったら、まあ、次また11250ジム使って取っていくんですけど、まあどうだろう。1回目2回目3456。おお、来た、6回目来た。覚醒じゃない。何、え、もしかしてライラ。おお、なんで7回目。はい、これ8回目。あー、牙王藩。9回目、片手直剣、キリト、星4コイ、あー来ない。10回目、片手コインいらない、多分。あー、アビリティ、ライラとメディナ来たらもう勝ちです。ありがとうございました。うわ、やったー、マジで。ありがとう、ありがとう、マジで。あれじゃあ、なんだっけ、黒羽も来たしさ、これでスキレコ強化で、よかったー。ジェム頑張ってずっと貯めてきてよかった。マジで。毎日さ、なんだっけ、アルカナジムパックとかでさ、もらえるじゃん、これ。俺少しずつこういうのと、あとデイリー真面目にやったり、イベント真面目にやったりして、もうずっと頑張ってきたんで、まあそれなりに頑張ってはきたんで、よかった。ね、皆さんもね、ぜひ、まあこれ狙うかっていうと、まあいいや、俺はもう満足したわ。これも出たよね、確か。これ出たっけ、出たっけ。あ、これ出てんじゃん、これ。もう欲しいやつ全部取れた。いやー、よかった。ね、コラボオーダーいいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、嬉しい。